Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。先週の放送はいかがでしたか？面白かったね。面白かった、自分の、まあ、塞いでたというか閉じ込めてたもの、封印していたものをこう解放すると本当にこう自分らしくなるんだなというのをね感じました。はい。今日も視聴者の方からですね、はい、質問が来ています。はい、はがきが来ていますので読みたいと思います。はい、どうぞ。東京都にお住まいのミミさんから。はい、ミミさんでしょ。あ、ミミさんから。はい。私は自分の時間もすごく大切です、はい、でも相手との時間も大切にしていきたいです、なかなかずっと一緒にはいられないのですが、程よい時間のバランスを取るにはどうすればいいですか、という質問ですね。なるほどね。確かによく言われるよね。なんかうちらは割とずっと一緒に、まあ、暮らしているわけなんですけども、よくそんな2人でいれるねとか。本当のところはどうなの、本当のところえっていうと、だから もっと一人でいたいなとか、なんかそういう、なんかね、昔は、うん、もうなんていうの、実質的にというか現実的にも環境的にも本当に一人の空間でいることが、うん、とっても必要だったのね、私は。うんうんうん、本当に一人の時間がないとこれもう生きる上でバランスが崩れちゃう感じもするくらいだったんだけど、うん、ただ今は2人でいても結構1人の世界に入れる、し、そういえばなんかどっかに行ってるよね、こう一緒にいてもなんか他の世界に行ってるよねそうでしょ、うんうん、おーいって隣にいるんだけど、うん、おーいって言われて、ああもう帰ってきたみたいな。そう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 、だからそれができるようになったから、なんかまあ2人でいても1人の、要はリズムや時間っていうことが取れるようになったから、うん、多分2人でずっといれるんだと思う、私はね。なるほど。ただでもやっぱり多くの人は、うん、ずっと一緒にいなくてもね、やっぱりこう2人でこうリレーションシップを築いていく上で、この自分の時間と2人の時間のバランスをどうしたらいい、こ うまくね、お互い心地よい関係でいられるのかっていうところを悩んでる人は多いかもしれないですね。でも結局はでも自分を軸に考えた方がいいよね。ああ、なるほど。自分はどのぐらい一人でっていうか、ね、こう過ごしたいのかって、それになるほどね、こう相手の行動と思いをフィットさせていった方がなんかストレスがないような気がする。ああ、分かった。なんかね、さっきほら一人の時間がないとダメだったって言ったでしょ、うんうん、でその時間に何をしていたかっていうと、うん、なんか自分と対話してたわけ。あ、で自分の言葉を、まあ、書きながらなんだけど、うん、それで対話していて、うん、で普段も自分の言葉で話してはいるんだけど、でも多分 100% 自分の言葉じゃなくて、相手に合わせた要は会話や表現の仕方をしていたんだけど、うんうんうん、本当にただ自分で入れる時間が必要だったんだよね。自分と対話する、自分の声で、自分の表現で対話、自分と対話したり感じたりする時間が必要だったから、うん、それが誰かといるとできなかったから一、うん、人だったんだけど、うん、今はまあ結構二人でいても自分の言葉で自分の思いを話すっていうか、っていうことができるようになったりとかしてるから、うん、なぜでもそもそも今の話で言うと、うん、なぜ自分の時間が欲しいのかという問いと、じゃあその自分の時間、自分だけの時間の時には何をしているのか、うん、何をしているのかじゃないかな、何をしたいのかじゃないかな、何を得たいのかだね。あ、いや行動じゃなくて行動の先で何を得たいのかが明確になったら、 そうね、それが
欲しいわけじゃない、一人になりたいわけじゃなくてそれが欲しいわけだから、それを一緒でもまあ確保できるかどうか、うん、で確保できなかったらやっぱ一人でいいし、確保できるんだったらまあ周りに誰かいてもいいよねっていう。あとなんかあの話すことが大切だよね。だから要は自分は こんな時間がどのぐらいあるとすごくバランス、自分のバランスがいいと、精神上衛生上いいんだっていうことをお互いに話をして、うんうんうん、でそこで2人でこう、うん、2人の時間1人の時間っていうのを決めていくっていうことも重要かもしれない、うん、そうだよね。でもなんかうちの親がそうなんだけど、うん、うちの親は飲食店を2人でやってるんだけど、例えば社長と奥さんは経理ですみたいな感じでずっと一緒にいなきゃいけない人たちがいるじゃない、うん、なんか物理的になかなか抜けるのは難しいみたいな、うん、そういう人たちこそちょっと この今の問いに答えた方がいいかもね、うん、もう一度その問いを言った方がいいかも、ね、なぜ一人の時間が必要なのか、一人の時間で得たいことは何なのか、うん、入れないと思うから、一人では、そもそもまたそんな一人でいる時間なんかないよって思ってる人もいるかもしれない。うん、あんま納得いかない顔してるけど、何なるほどね、うん、そうだね。でもそれでさ、もしさ、うん、そこで気づいて、うん、もうかなりの時間一人でいないと無理ってなった時に、その現実とフィットしなくなったらどうするの？話し合いですよっていうことは、うん、そもそもその2人で生活を作っていく上で、うんうん、まあこれは本当にそもそもの話になっちゃうけど、一緒に仕事をしたいのか、あ、まあそこも大事だね、仕事の仕方とかね、うんうんうん、そう、なんかそういうことを、まあ、一つ一つ話し合うっていうことが、まあ結局は細かいことを伝え合う、話し合う、そうそうそう、聞くってことに感じたよね。でもその問いに答えることで、うん、本当に一人の時間が欲しいのかどうか、そもそもそうだよ ねその人がっていうことが分かるし、うん、じゃあ自分はどんな時間をこの人生の中で大切にしたいのかっていうことも分かるよね、うんうん、まあ、パートナーシップの話とかね、恋愛の話は尽きないんですけれども、まあ、これもよく聞く話で、素敵なパートナーを見つけたいと、はいはいはい、いう話もたくさん聞くじゃない。たくさん聞きますね、うん、でもうそんな方には今日ぴったりの放送ですこれからの話は、はい、前回も寝ていっていただいたカリフォルニアの千織さんなんですけれども、うん、まあ、とてもね今素敵なライフスタイルを、うん、素敵な旦那様と共に送ってるわけなんですけども、はいはい、その出会うに至るまでこうなんかすごいこうパートナーシップ、パートナーと出会うための取り組み、うん、をして、うん、なるほどなと思ったことがいっぱいあって、うん、なのでなんかそのパートナーが欲しいなとか、そんな方はですね、たくさんヒントがあるんじゃないかなと思います、はい、ではカリフォルニアの、チョリさんに会いに行きたいと思います。そもそもアメリカにはなぜ来ようと思ったんですかこれはまあ何ちゅうんですかねちょっといろいろ事情がありましたなんか来たはいいんですけれども、うん、まあその一緒に来たと、うん、来た時の伴侶がやっぱ日本に帰るって言った時に、うん、私はアメリカの方がいいですわっつって残ったって感じですね。へー、なるほどね。そうですね。でも残ったってことはアメリカにすごく惹かれてたっていう。うん、別にアメリカに行きたいとかって思ってたというわけではないんですけれども、うん、でもアメリカに来た時に、うん、なんかこうね、なんかこう
ヒューッと溶けるような感じだったんですよ、自分の気持ちが。ものすごくあのこうギチギチになってたのを解放したような、なんかすごく水が合うっていうのかな、そんな感じで、やっぱここの方が居心地が良かったんですよ。日本だとやっぱり、日本にいてもやっぱりなんかちょっと変人扱いっていうか、なんかこうちょっといまいちこうソサエティにこう馴染まないっていうのがあって、でもこっち来たらそのあんまり関係ないですよね、誰がね。そういう感じで、なんかこうそれでやっぱこっちが良くなっちゃったんですね。でもちょっとなんか突っ込んじゃった話になりますけど、はい、お別れして一人で残るってなった時に、はい、例えばお仕事とかどうやって生きていこうって思うのは、あの、ね、それはね、はい、4つぐらい仕事掛け持ちしてたんです。4つぐらい掛け持って、朝5時から仕事をして、でそれはあのガイドの仕事だったんですけども、あのエアポートに迎えに行って、で半日観光して、でホテルに降ろして、それから日本語学校の先生をしに行って、それから、2時間だけ、ウェイトレス、で夜はあのの、なんていうのかな、あのスナックって日本人がやってるスナックの帳簿、へ、裏帳簿なんですけどね裏帳簿つけるのに夜中の2時ぐらいまで行って、でまた朝5時間まですごすぎる。それをずっとやってて、でこれあんまりにも大変だって言って体調悪くなっちゃったんで、これはダメだって言って、であの夜の仕事とかをやめて、で大工やったりとか、まあ、いろんなことやります。大工やって、お家を作る。そうです、本当にそうですその大工のところに入って、で、あの窓を取り付けたりとか、キッチンのリモデルとか天井を、あの直したりとかね、そういうことをやったりとかしてて、で、まあ、その間もやっぱり太極拳とかはずっと教えてたんですけどね、その時間ながら教えながら、でそんなことしてるうちに、会社に入って、でまあ事務っていうか、みたいなことをやったんですけど、これがまたできない合ってないっていうんですかね、なんかこう、それでもまあ10年ぐらいやっぱりだらだらそこで仕事はしてたんですけれども、これはいかんなということで辞めちまって、それが2年前ですか。それが2年前で、それ でもうその時はもうちょっと医師とまた関わり合いを もう持ち出してたんで、でもうダメ元でっていうか、そういう感じになりました。じゃあ結構医師と一緒にお仕事ってさせこうするっていう形になったのって最近ですか？最近です。もともと好きでっていうのはあったけれども、それが仕事になるなんて夢にも思ってなかったですし、そういう需要があるとも思ってなかったし、だから最初そういうあの揚げまん本舗なんてふざけた名前つけて、それでブログとかやったけれども、そんな誰も応募してこないと思ってたし、ただ自分 のいいと思ってる石を紹介するだけみたいな、そんな感じで始めたんですけど、意外とそれがね需要があるっていうんで、やっぱ皆さん悩みも尽きないんだなと、いう感じ でだからそこから広がって、そこであの揚げまんから買っていただいた人とのつながりっていうのはすごく私、結構濃くって、そうなんですね、であの石買っていただい いただいた人もあのたまに石の変化こういうふうになりましたとか、自分の生活こういうふうになってますみたいな連絡をこうくれるんですよね。でこういうふうになってるけど、どう石から何かまたメッセージどうしたらいいかとか、メッセージありますかって聞かれると、でそれをまた、別にあのここ目の前にいなくても、エネルギーなんで、あのそれをまたお幸せして、みたいな感じで、あの結構だから1回買っていただいたのに、あの2つ目とか3つ目買ってくれる方もいらっしゃいます。いろんなストーリーがでもありそうだね、ここに来るまでね。ねえ、
その4つ仕事をしてたあたりからそうですね、もう本当にね、あの、うん、もうこうパブリックでは流せないようなこともたくさんありましたし、なのでここまで来るのはやっぱり、うん、もう一回やれと言われたらちょっとできるかなっていうぐらい、その時はもう必死だったんで、うん、あれなんだけど、うん、今考えたらあれもう一回やれって言ってもちょっとダメかもって思いますよね、うんうん、でもそこまで必死に、うん、要はまあ働く だったりとかそういう生活をさせるものは何だったんですか、モチベーションというかその自分をそこに向かわせるものっていうのは。いやいや、もうその時はもうただ食べただただ食べるっていくだけのためですよ、本当にその何か仕事をして何かをこう成し遂げようとかもう何にもないなかったですよね。とにかく毎月毎月の支払いがなんとか払えて、で本当にあのペイチェックトゥペイチェックじゃないけれども、うんうん、お金入ってきて、で次お給料が入ってくる時にはもうカツからかんで、うんうん、でそういう風に綱渡りでずっと来てたんで、うんうん、もうあのサバイブすることだけが、うんうん、もう特にだから何かこう大きな大使があってアメリカに残って何かをみたいなのはその時ゼロですね。でもそういう状態で、まあ、ちょっと体を壊されたりとかして、うん、でもその仕事を辞めようって思うのって、うん、結構やっぱり勇気がいると思うんですけども。そうですね、あの、うん、どっちの仕事かな、なんかいろいろやってた仕事、いろいろやって、あ、ジムかな。あ、ジムね、うんうんうん、あれはやっぱりね、あの人間向いてないことを、うん、無理やりやったらダメなんだなっていうことを10年かけて知ったって感じですね、うんうん、もうダメだっていうサインはいくらでも来てたのに、うん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 、それをやっぱりこう生活のためだしとか言って、うんうん、無理して続けてて、うんうん、で本当に病んじゃうところまで来ちゃうっていうか、うんうんうん、本当にダメだったんだなって感じですよね、うんうん、やめてみたらどうだったんですか。いや、もうなんかやっぱりすごい不安だったんですけれども、辞、うんうん、めちゃったら辞めちゃったで、うん、なんとかなるんだなって感じで、その中途半端にこっちなんとなくキープしながら新しいことをやって、うん、うまくいったらこっち辞めようとかって思ってると結局うまくいかないんだなって感じ、両方とも、ね、でもうここスポットダメなんだっていうことでバッツリ切っちゃったら、うん、そしたら新しい道がやっと開けてくるんだなっていうのがやっと分かったって感じ。手放すと入ってくるみたいな、うん、そうそうそうです。だから本当にね、中途半端にこう、うん、紐つけて手放してるようで実は手放してないと、いつまで経っても次行けないんだなっていうのが分かったって感じかな。すっぱり手放すっていうのはすっぱりですね大事なんだね。怖さはあるけど手放す。怖い怖いね、それはね。そうだよね、何をするときも、ね、怖いですよ ね、やっぱね、安定したものを手放すってやっぱ一番怖いんで、うんうんうん、だけれども手放しちゃったらなんで10年もあんなことやってたんだろうって今思うそうですか、うん、本当に。だからいくつになってもまあね、だっていくらでもやる、本気でやろうと思えば、うん、なんかね、最初からドカーンとはいかなくても、うんうんうん、なんとかなってくんだなって思いますよね。なるほどね。それはあなただからよってよく言われるんだけど、そうじゃないと思うんですよ、うんうん、本当に、うん、そうじゃなくって、うん、誰でもそうなんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、でもずっとこう、まあ、一人でこう頑張ってきて、うん、はい、でどのタイミングでラミコさんとか旦那様にラミコはね、私ね、ある時ね、そう、大工をやってる時だった、うん、大工をやってて、うん、でそれはね、クリスマスイブだったんですよ。クリスマスイブに、窓の取り付けして、うん、でもう本当にほこりとペンキと、うん、もうぐっちゃぐちゃのまんま、うん、夕方車を運転して、うん、でジングルベルが鳴ってるところを、うん、でっかいモールの横を通り過ぎて、うん、で赤信号で止まった時に、うん、シャネルとか、うん、なんかそういう
ね、あのバッグを持ってみんなクリスマスの買い物をしている人たちがこう目の前をずっと通ってたわけですよ、うん、でそれ見てて自分の姿見て、うん、あれ何やってんのかなと思って、うん、で何の話だったっけ、ナミコさんと、ああそう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 、ほいでその時にその時にあのね、ダメだこれやって、うん、女捨ててるし、うん、もう、うん、捨てすぎちゃって、うん、これ元に戻れないかもと思っちゃうぐらいだったんですけれども、うん、これはちゃんとよしじゃあ決めた、50歳までに結婚するぞ、いや50歳で結婚するぞと思った、うん、へえ、50歳で絶対結婚しようと思ってて、うん、でそれまでに最高の自分にとってね、うん、最高の相手を引き寄せようと思って、うん、大工も辞めて、うん、で仕事を始めて、うん、で今までの石のね、そういう、うん、なんていうのかな、つながりとか植物、まず植物だったんですけど、うん、植物とのつながりをもうちょっと強めてって、うん、そこでまあいろんなところに行きましたよ、パーティーとか、なんだっけ、なんだっけ、マッチドットコムだったっけ、うん、なんかあれとかに行ってもとんでもないなんか思いもいっぱいしましたけどそれでもうダメだと、ろくなやついねえし、うん、自分もろくでもないしと思ってて、うん、そしたら行くつもりじゃなかったクリスマスパーティーに呼ばれて、うん、で遠いかったから嫌だなと思ったんで行ったらいたんですよ彼が、へー、うん、でなんか全然自分の好みでもなかったんで、うん、眼中にありませんって感じだったんですけれども、うん、なんとラミコは私を見た時に覚えてるって言って、覚えてる、うん、なんで覚えてるのって言ったら、うん、君マッチドットコムやってたでしょ、それでえとかって言ったら、それ僕3回手紙を出したけどメールを出したけど1回も返事なかったって言われて、でえってそりゃそうだよ、だってあんた写真で第一選考終わりだもんっていう感じ面白い、それであそうなのって感じで、でね、うん、その他にも私の別の友達がなんか独身で素敵な人いるんだけれども紹介するよって言われてて、ドーンってでその人にじゃあ電話番号渡していいとか渡していいよって一回電話かかってきたことあるの、彼とだから喋ったことあるの、うん、うん、でその時にまあこれがね、私ね寝入り花に電話かかってきたの、うん、酔っ払っていい気分で寝入り花に電話かかってきて、うん、なんで不機嫌だったのね、とってもで向こうもなんかこうえへえへって感じで喋っててなんだこいつとか思ってそれでそそくさと電話を切って友達にあんな変なやつ二度と紹介すんなみたいな、うん、でもそれがラミコだったで、結局最終的に友達のパーティーでいて、うん、それでまあ今こうやって結婚することになっちゃって、すごい、すごい、だから縁があったのかなとは思うんですけどね、もう少しずつだからもう維新とか植物たちはこの人だってこう美味しいだけど気づかずにもうバーンとしたけどそうダメダメあんなのはみたいな感じでやってたんですけどね、でも結局そういうことになって、でもそのパーティーであって、うん、でもタイプじゃなかった、ね、全然違いました、それはどこでどう変わってきたの、あのね、何回か食事に行ってる時に、うん、彼はねエンジニアなんですごく理系の頭なんですよ、うんうんうん、バリッバリ理系の頭なんだけれども、でその目に見えない私のやってるようなそういう世界っていうのは、うんうん、もう真っ向から信じないタイプ、うんうん、なんだけれども、なんか真のところでこの人結構なんていうのかな、そういうものとコネクトしてるんじゃないかなっていうのが言葉の端でちらっとこう感じるようになってきて、そしてなんとなく居心地が良くなったんですよね、うん、でもうちょっともう一応もうすぐ 50歳終わっちゃうし、うん、っていうのもあって、うん、でまあ
すっごい好みでもないけど嫌いでもないしみたいな、あんまりあの自分ばっかりあのそんな条件つけても相手だって選ぶ権利あるしなみたいな感じで、で一緒になることになったんですよ。へー、すごい出会い。すごい出会いだね。でも本当に引き寄せたんですね、その50歳で結婚する。もう それだけは相当、私あの普通あんまり念じないんですけど、うん、50歳で結婚するぞって一応頑張って結婚なんか考えてたんですけどね。でもすごいのはあれだよね、その、まあ、ね、植物ととか石とのご縁も深めつつ、ただ自分だけで何かするっていうんじゃなくて、うん、ちゃんと街に乗ってこうとかいろいろ行動して、そうそう行動したした、ね、その結果、その結果引き寄せた、引き寄せた。でうまい具合に、うん、あの家の中のことやなんかは彼は、うん、あのすごい細かいんですよ、やっぱりすっごい細かい人なんだけれども、うん、でもあのこういうアジアスタイルみたいな私の好きなようには、うん、あのして、それで彼も心地がいいっていうのは、よかったなって思いますよね、うん、そこはね。そのパートナーシップで今意識してることってどんなことなんですか、うん、リレーションシップとか。リレーションシップで、うん、あのね、コミュニケーションをちょっと取るように、うん、あのね、やっぱりね、どうしてもやっぱり日本人なんで、うん、そこまで言わなきゃ分かんねえっていうのがあるんですよ。分かるだろう普通、なんかこうちょっと、うん、なんていうの、もうちょっとこうなんか汲み取れよみたいなのがあるんで、うん、それがやっぱゼロなんで、うん、男の人ってちゃんと言わなきゃダメだよってよく言われるじゃないですか、はいはい、ね、でもそれに輪かけてアメリカ人なんで、うん、もうはっきりこれこれこうでセンテンス全部きちっと言わないと分かんないんですよ、うん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 、察してなんか絶対無理なんで、うん、それでやっぱり、行き違いがものすごくたくさんあって、うん、大変だったんです、うんうんうん、今もちょっと大変なんですけど、うんうん、そういうのをなくすために、うん、向こうは我慢強く私の話を聞く、うん、っていうことを、うん、やっぱり意識してくれるようになって、うん、私もあの諦めずに最後まで言うっていう感じ。なるほどね、途中でもういいやとか、あの察してくれとかっていうのはもうそれは通用しないんだということも分かってきて、うん、なのであのちゃんとした言葉にしてお互いあの理解し合うようにしてますね、うん、あとはもう別にあの何もお互い別に好きなことをして、うん、彼はもう本当に家の中で仕事してるんで、うん、もう一回仕事部屋に入ったら朝4時から、うん、夕方朝4時から、うん、夕方の5時ぐらいまで、うん、もうびっちり仕事で入っあの出てこないんで。へー、すごい。あれもねびっくりですよ。私なんか家になんかいたらすぐになんかすぐネットサーフィンとかなんかいろいろちょろちょろしちゃうんですけれども、あの集中力、うん、すごいすごい。やるとなったらちゃんとやるっていうところがやっぱりあのすごく尊敬するところなんで、だからあんまり邪魔しないようには、心がけてますね。でまだほらあのガラスなんでちゃんと仕事してるかどうか見えるんで、うん、あ仕事してるわ本当にと思って、そのコミュニケーションを取るっていうのはなんかあえて一緒に話そうねっていう時間を取るのか、その節々でいつも やってるか。あ節々でなんですけれども、うん、それだとやっぱりあの行き違いがやっぱり出てくるんで、うん、お互いにあれなんかちょっと私の言ってること分かってねえみたいな時はちょっとさって感じで、うん、あのワインを飲みながら話します。あいいですね、うん、こんな感じで、うん、あのなるべくため私はわりかし言わずに溜め込んで大爆発する方なんで、なるべくそれをしないように、うんうん、向こうはなんかなんで爆発してるのかさっぱりわかんないってえーってわかんないのみたいなことがしょっちゅうあったんでなんじゃそりゃっていうのがあったから、まあそこだけですね気をつけてるの。うん、面白い。なんかその今石をこう選んでその人に届けるっていうことをやってますけど、これからこんなことしたいなとかってありますか？これから、うん、こんなことしたいな、うん、どうかな。私ね、あの、
写真を出したいんですよ。写真集みたいな石の、石の写真集、うん、それがね、あのもう全然石写真撮るのすっごい難しくて、こうこんなにキラキラ輝いてるのに写真撮ったらどうしてそれが出ないのっていうのがしょっちゅうあるんですけれども、うん、だからちょっとすごい長い先の長い話なんですけど、うん、でもその写真を撮ってその石のメッセージを添えた写真集みたいのをいずれ出せたらいいなとかって思ったんですよね。うん、なんか読みたい。どんなメッセージが ねあるのか楽しみだね。ねだから本当あのどうやその石やっぱりねあの私の性格をあの見るとみんなわかるって言うんですけれども、なぜあのああいう言葉が出てくるか、私のから出てくるんじゃないってのはやっぱり、うん、わかるみたい で私の中に全然ない言葉だったりとかするんで、でそれをあの、まあ、ブログとかに石と一緒にそのこの石からのメッセージっていうの、そのメッセージをすごく楽しみにしている人がいるんですよね。なのであのそういう感じで石の素晴らしいその一瞬の姿とそのなんかそのメッセージみたいなのを作って、でそれでそのメッセージだけ読んでなんかあの号泣しましたっていう人も出てくるくらいなんで、そんな感じで何かねあのこう開いて本を開いてその石を見てそのメッセージを読んで、あーってなんとなくこうリリースされるっていうのかな、ストレスとかそういうのができればいいなとは思ってますね。やっぱりなんかどうしてもこうパワーストーンっていう言葉でくくられると、うんうん、どんなパワーや効用があるかっていうところにフォーカスしがちな、ね、やっぱりその方が分かりやすいから ね、あれなんでしょうけど、うん、でもその石だったりの持つ本当の声をやっぱりね、うん、こう聞いて表現され、ね、ることができる方だから、その本当の声を知りたいですよね、うん、そこにやっぱり強さとか愛とかがあるような気がしてるので、そうですね、うん、だからあこの石は、財運をとお金儲けの石ですとかっていうんじゃなくて、うん、そんなそう 石として見たら、うん、そうなんだけどさっていうのがあるわけですよ、ね、うんうん、そうじゃなくてでもこういうのがあってっていう、うん、そこをやっぱり引き出して、うん、あの いければいいなって思います。いい話だったね。いやこれはねパートナーを探してる人にはこうグッときたポイントがたくさんあったんじゃないかとね思いました。ライフストーリーも良かったですね、うん、なんかもうまさにこう海外で頑張って生きる大変だっただろうね本当に。大変だっただろうと思うよね。よそもう本当に想像はできないけれどもね。みひろくんははい、いかがでしたか。僕はですね、相手だって選ぶ権利があるなるほど。自分で条件ばかりつけてたなって言ったじゃん。はいはいはい、はい、まあ、人を選ぶって、まあ、条件をつけてフィルターをかけてこう、うん、まあ、そぎ落としていってこの人だなってなるんだけれども、うん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 、そこにとらわれてしまうとなんかこう、うん、相手のことを考えなくなるかもなっていうのがあって、うんうん、まあ、何かを選ぶ時こそこう自分だけじゃなく相手も選ぶ権利があるんだなっていうことを意識してみると、まあ、もしかしたら条件が少し緩くなるかもしれないし、あ、許容範囲が広くなるというか、そうだね、そうするとまあ、これパートナーの話だけど、出会うべきこう待ってるパートナーがこう実はそこにいたみたいな感じになるんじゃないかなと、うんうんうん、なるほどね。なんかの映画でさ、うん、ちょっとその話で思い出したんだけど、あのもう離婚を考えるまでにすれ違った夫婦がいて、うんうん、でなんかその結婚セラピーみたいなのも行ったりしたんだけど、それであのそれぞれこういいとこ悪いとこをこう書いて相手のね、うん、言って、でったその女性がこうふと気づくわけ。なんてなんか私ばっかり彼に合わせてきたと思ってたし、
あの我慢してきたと思ってたけども、うんうんうん、彼にとって私は本当にいい奥さんだったんだろうかってふと気づくわけ。彼、私は彼はダメだと思ってたけど、でも彼にとっての私もできてなかったじゃないって気づくんだよね。それで仲直りをするんだけど、そういうことってあるかもなと思うよね。なるほどね、うん、ちょっと違うあの話なんだけど、うんうん、あの企業にね研修に行ってやることが、うんま、前はよくあったんだけど、その時に、うん、じゃあ理想の上司はどんな上司かをまず書いてください、うん、はい、もう怒らないとかなん、ちゃんと育ててくれるとか機会を与えるとか平等だとかってこれいっぱい書くわけ、うん、で実際上司はどうですかって聞いて、全然できてないよ、うん、もううちの上司なんとかしてほしいってわけ、うん、でじゃあもう一回別の質問したいと思うんですけど、あなたは部下にそれができてますかって言うと、うん、みんな顔がさーっとあーできてないっていう、そういうことかもね。そういうことなんだね。うん、やっぱ相手あることはやっぱり鏡になるというかね、すべてね。若菜さんはどんなところが？いや私はね、やっぱりもうがっつり切ると入ってくるっていうところですね。もう中途半端はダメだよっていう望みをこうキープしていくとダメって言ってたね、うん、そうだし、うん、なんか切るときはがっつり切るっていうのがすごくね、まあ、共感できるところで、うん、私がすごくこう生きる上で大切にしていることがあって、うん、その時何かをこうチェンジするときとかこうステージを自分でもう上げこう変えようって思ったときにすることがあって、それはあのその時に自分が最も大切にしていることを手放すっていう。へえ、手放しちゃうの？そう。なんかその最も大事なことを最も大事にしようっていう、まあ、スタンスなわけでしょ。そう。でもチェンジするときはその最も大事なものを手放すんだ。だってね、もうチェンジしたいときっていうのはもうその最も大切にしているものがそうじゃなくなったときだと思うんだよね。それが変わったときだと思うの。その自分の中での思いやなんか生き方やあり方っていうか、なんかそこがこう変化した時だから、そのね一番こう大事なものを持ったままその新しい世界にはいけないんだ、うん、だとこう思ったわけですよ。いろいろ経験をこうしていく上でかなり勇気はいるじゃん。いやー、いりますよ。どうすればいいの？もう一生懸命やるアドバイスになってないいやでもそれはほらみんながや そうしろっていうわけじゃなくて、私の人生で何かをたくさんこう自分が本当に得たいものを得た時っていうのは、うん、それまで最も大切にしていたあり方や思いや軸や人、うん、考え方を手放した時だったなと思って、その時にあこれこそが本当に自分が大切にしたかったことなんだとか欲しかったものなんだっていうものに出会えた気がするんだよね。だからすごく共感したの。なるほどね。で本当に欲しいものってすごいエネルギーがあるでしょ、うん、本当に欲しいものを得るためにはそのスペースを空けなきゃいけないときに、うん、だから本当に欲しいものだから本当に大切なものだったりするわけじゃない、うん、そしたら今までのその本当に大切なものがいたスペースを空けなきゃいけないじゃん、うんうん、あじゃあその大切にしたいものがこう、うん、配置されるべきスペースっていうのが多分人にはあって、そうそこにはこう詰め込むことはできなくて、うん、それをこうどけないとまたそこには入ってこないってことだね。そうだね。はあ、これはなかなかできないですよこれ、うん、なのでうんうん、なんていうのか覚悟が必要だなって思うし、まあ、そうだね、でも千代さんの話を聞いてても覚悟が感じられたよね、うん、生き方に覚悟がある、人生に覚悟がある、そう、なるほどね、それがもう本当に心にこうグッときました、はいはい、では今日の魔法の質問をどうぞ。はい、まあ、今のからですね、何をがっつり切りますか。ほう、何をがっつり切りますか何しようかな。ミヒは何をがっつり切りますか。
iPhone に入ってるゲームを釣り切ります。本当嘘です。なんだよ。何しようかな。何か手に入れたいものがないとさ、そうだね、切るに切れないよね。あ、じゃあ手に入れたいものは何かを考えた方がいいんだ。そう、手に入れたいものは、でもそんなすぐ出てこないよこれ。じゃあ若菜さんはありますか、何をがっつり切りますか。私はねやっぱり健康に美味しく食べたいから、うん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 、健康な体が欲しいわけ、うん、ということは、うん、やっぱりね、こう砂糖を切らなきゃいけないかなとそろそろ思ってます。砂糖を切るんだね。砂糖を切ります。ちょっとずつ。ちょっとずつはダメなんだよこれ。ダメか。ガッツリなんだ。これは大変だ。じゃあ僕何か、何を手に入れたいか、何を手に入れたいか考えときます。うん、まあでもこれ、ね、これはすぐ答える質問というよりも、うん、何かが欲しいとか何かこう進みたいとか、はいはいはい、っていう時にするといい質問かもね。すごくいいですね。なので皆さんもそんな場面が来ましたら、はい、何をがっつり切るかということを自分に問うことをしてみてください。このライフトラベラーズカフェはですね、毎週順調に放送されています。ここ2回ぐらいですか。ここ2回ぐらいは、はい、でもですねちょっと聞き逃すことがあるかもしれませんので、ポッドキャストのアプリの画面に行っていただいて、登録ボタンを押すとですね、配信がありましたらお知らせが来るようになりますので、ぜひ登録ボタンを押していただけたら嬉しいなと思います。さて次回はどこに行こうかな。どこ行くね。ハワイ、カリフォルニアと来て、今度はちょっとヨーロッパあたりに行きたいですかね。おー、ヨーロッパいいですね。ヨーロッパで素敵な土地を探してまた素敵な人に会っていきたいなと思います。はい、では次回もお楽しみに、していてください。では良い週末を。Life Travelers Cafe.